皆様、本日は PyCon JP2022 ご参加いただきましてありがとうございます。この部屋では間もなく14時50分から次のトーク、クラウドランとチャット、クラウドランとファスト API でチャットボットをミニマムスタート使用が始まります。この部屋のハッシュタグは PyCon JP アンダースコア4です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。続けて、Zoom でご参加いただいている方にご案内です。2日目の後半ということで慣れてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、発表前に Zoom の操作の練習をいたしましょう。質疑応答の時間で Zoom の挙手の機能を使う予定です。Zoom の画面の下の参加者のボタンから挙手をすることができます。操作に慣れるために一度皆様挙手をしてみていただけますでしょうか。ありがとうございます。多分昨日やってた時より挙手のスピードが皆さん速くなってらっしゃいますね。皆様挙手ありがとうございます。それでは下ろしてください。トーク中ですね、Zoom のチャットに質問や感想を書いていただいて構いません。では続けまして、 YouTube ライブで見ている方を含め全体にご連絡です。この部屋のハッシュタグは PyConJP アンダースコア4です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。またこの後、本日8月29日土曜日18時15分から開催予定のオンライン交流会パーティーで飛び込み LT を募集しております。まだ枠があるようですので、公式ブログの方にあるリンクか、今 Zoom のチャットの方にある LT 参加要項といったリンクの方から応募いただくことができます。オンライン交流会に参加予定の方はぜひともご応募ください。はい、それではお時間近くなりましたので、武井さんの発表を始めていきたいと思います。タイトルは、クラウドランとファスト API でチャットボットをミニマムスタート使用です。発表時間は質疑応答を含めまして30分間です。発表前にマイクテストを兼ねまして、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。武井さん、読み上げ事項は今お手元に用意できていらっしゃいますでしょうか。はい、できてます。はい、ありがとうございます。それでは読み上げの方お願いいたします。これ画面共有先にやった方がいいとかあります？画面の共有はしないで結構です。そのまま読み上げていただければ大丈夫です。はい、じゃあ読み上げ事項読み上げます。私の名前は武井和也です。発表のタイトルは、クラウドランとファスト API でチャットボットをミニマムスタートしようです。発表資料、発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP のコード規範に同意します。はい、ありがとうございます。それでは画面の共有の開始をお願いします。はい、準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それではトークの開始お願いします。皆様、滝井さんを拍手でお迎えください。コメントにパチパチパチとお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。はい、ではこれから始めます。クラウドランとファスト API でチャットボットをミニマムスタートしようという発表を本日やらせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ細かいイントロの部分からまず先にやらせていただきます。今回のお話のお題なんですけれど、全体を通して、Google のクラウドラン上に、Fast API をベースにしたウェブアプリケーションとして、Slack で使える簡単なボットを提供するという話を、やっていく予定です。で、話の構成上、細かい、上と下の話、ちょっと少なめに一応するつもりでいて、この真ん中の Fast API をベースとしたウェブアプリケーションを、Slack 向けにどうやって実装していくかの例というのが、メインの話になっていく予定です。
というわけで、私の、自己紹介なんですが、改めて私、武井和也と言います。現在、リクルートグループの会社に、のグループ会社の、ニジボックスという会社で、主にサーバーサイドや、バックエンドインフラ系のエンジニアをやってます。で、Twitter や GitHub では、アット武井というアカウントでツイート等をしているんです、しています。ちょっと資料の公開がギリギリで、ちょっとデプロイが間に合わなかったので、後日、このアカウントでハッシュタグ、PyConJP アンダースコア4の、ハッシュタグをつけて、後ほど URL を貼る予定でいます。で、実際に、社内ではあまり Python のコードは書いてなくて、社外で、スフィンクスの拡張ですね、スフィンクスの G タグ設定するものとか、スフィンクスを使ってプレゼンテーションツールを作るみたいな、そういったスフィンクスの拡張とかの、小さいオープンソースのソフトウェアを書いていることが多いです。今回の発表資料も、もともと Rebuild.js を、スフィンクスのレストラクチャーテキストで書けるスフィンクス Rebuild.js で書いています。で、一応、まあ、簡単な面積なんですけど、今回ミニマムスタートを主眼にしているんで、その細かいセキュリティ運動を含めた一部の実装を意図的に省いたりしてます。で、あと今回、ほとんど会社で書いたこと何もしてないので、基本的に個人の発表です。個人の思考性をめちゃくちゃ含んだ、まあ、個人が好きに作ってみた結果みたいな話をする予定です。というわけで、まず一番最初の前段として、Slack のチャットオプス事情みたいな話を簡単に前段として書きます。説明しますね。Slack、まあ、もちろん普通の皆さん、今回も PyConJP Fellows っていう Slack のワークスペースに皆さん入ってる方ともいると思うんですけれど、Slack はチャットツールなので、ですけれど、チャットをベースにしていろんなオペレーション、チャットオプスができるようになってます。よくある、まあ、Slack でチャットオプス実現するときに何があるかっていうと、まあ、大きく分けて3つですね。まあ、Slack ボットやワークフローを、サードパーティーの Slack のアプリケーションで各種カスタムインテグレーション。で、Slack ボットやワークフローは、Slack が標準で提供している機能で、まあ、簡単な、すごくシンプルなコラボレーションをするのに向いているやつなんですけど、まあ、そんな細かいことができないって感じですね。で、スラックボットだとちょうど少し前にスラックの PyConJP フェローの JP2020 ランダムのチャンネルでおみくじっていうスラックボットが動いてました。なんか多分おみくじでランダムで大吉から基地まで、まあ、おみくじをしてくれるようなランダムで反応するようなポストをしてくれるようなボットみたいなのが作れます。で、今度サードパーティーのアプリ。これはスラックではなくて、スラックと連携できるようなツールを提供している会社とかが、まあ、提供している Slack の連携ツールで、例えば、まあ、自分が普段使っているのだとこのあたりになるんですけれど、Google カレンダーみたいなののアプリを利用すると、Google カレンダーと連動して当日朝に、今日の Google カレンダーの予定はこんなのがありますよとか、で当日の予定になったら Slack のステータスで今ミーティング中みたいな表記ができるような、便利なコラボレーションができたりします。あと、皆さんも使ってそうなのが GitHub とか Bitbucket の、いわゆる、まあ、ソースコード管理ツールの issue pull request の連携とかですね。で、まあ、当然、この辺は、企業とかが提供しているもので、こちらで何かをするわけではないので、本日の本お題はここですね。各種クラのカスタムインテグレーションの類です。で、実際自分、Slack ボットとかワークフローでできないこと、同じ各社外、他のサービスを利用するにしても、そのスラックの提供されているアプリが提供していない機能みたいなのを自分で作りたいときは、まあ、どうしてもここですよね。で、今回のスラックボットの主眼として今回用意するのは、スラッシュコマンドです。スラッシュコマンドのみを今回一旦焦点に当てます。なんでスラッシュコマンドの話にするかというと、まあ、普通にカスタムインテグレーションの類は、まあ、スラックをトリガーに切ったりするものなんですが、結構なんかスラックのボットクライアントとかのライブラリを使うまでもなく、HTTP リクエストのみがトリガーになってたりするので、アプリケーションの実装がすごい楽なんですね、これ。で、あと、
プラスアルファでスラッシュコマンドの中身の一部として、Webhook を含んでたりするので、単純なプル向こうのアクションに応じてすごい細かい制御ができたりするのに今向いてるのと、単純なカスタムインテグレーションとして単体でも用意できるのと、自分でアプリ、スラック向けのアプリを作るときにその中にスラッシュコマンドを含めることみたいなのができるので、ミニマムスタートにちょうどいいっていう理由で採用してたりします。で、スラックコマンドの話を簡単にすると、スラッシュから始まる、まあ、コマンド定義して、アクション実行できるようにしたものですね。多分、皆さんのところでもまあ使えると思うんですけど、よく普段使っているのだと、スラッシュのフィードとか、で、RSS フィードを使ったり、リマインダー機能を使って、ポストリマインドしたりするみたいなことができますね。あとは、スラックのチャンネル操作そのものとか。で、じゃあ実際にこれを、これからカスタムで自分でスラッシュコマンドを作っていくわけなんですが、スラッシュコマンドの仕組み、どんな仕組みで動くかというと、コマンドをスラッシュ上で定義して、じゃあこのスラッシュコマンドが定義されたら、どこに URL を、にリクエストをすればいいかの指定をしますと。で、そのままそのリクエスト、実際スラックコマンドが、スラッシュコマンドが実行されると、この URL にリクエスト、まあ、ポストもゲットもあるんですけど、リクエストが行われて、その URL が用意されているサーバーは、一応向こうのスラックの指示によって、3秒以内にレスポンスを返してくださいというふうになっています。で、3秒以内に返したレスポンスの処理に応じて、メッセージを表示したりしなかったり、みたいな形をしています。で、自作でスラッシュコマンド実行しようとするとこんな感じですね。レスポンスボディの中身によっていろんな挙動がスラック側でちょっと変わるんですけれど、空のボディを返すだけだったらまあ何もしない、ただのプレーンテキストをレスポンスすると本当にそのプレーンテキストがそのコマンドを実行した人宛に表示される。で、JSON も一応投げられるようになってて、JSON を、向こうが受け取ったら、その JSON を、インカミングウェブフックと同じようなデータ構成で、いろいろ処理してくれます。これ、どんな風な JSON になってるか、ちょっと後ほどの実装例で紹介します。で、スラッシュコマンドのリクエストをしたときに、スラックから来るリクエストのポストパラメータって結構、むちゃくちゃいっぱいあるんですけれど、ちょこちょこ、本当にごくごく一部だけ抜粋したのがこんな感じになります。チームの名前も受け取れるので、例えば複数のチームに全く同じ URL を指定しても、どこのチームのどこのチャンネルから来たかっていうのは全部分かるようになっています。あとは実行ユーザーも分かるので、誰からがしたかっていうのは一通り分かるようになってて、スラッシュコマンドのコマンド自体もあるんですけれど、スラッシュコマンドの後ろに塗った引数が全部丸ごとテキストとして送ってきてくれます。で、URL も付き、レスポンス用の URL は、もう、というふうに結構いろいろなもうパラメータが来てくれますと。じゃあ、ちょっと次いきます。で、その辺の話をローカルで開発するわけなんですけれど、今回のローカルの開発の基本構成自体は、Python の 3.8 系で、ちょっと後々のクラウドランのデプロイ周りの関係も、あと自分の思考、個人的な興味で、ポエトリーでパッケージ管理的なことを今していますと。で、ローカル開発が結構メインになってくるので、Englock っていうサービスを使うことが多いです。で、Englock、これ何かっていうと、簡単に言うと、ローカルホストと外部公開をできるようにするようなサービスですね。で、これ HTTPS の URL も指定可能なので、たまに動作確認用の URL として一時的に何かを公開したいときとかに、こういったサービスを使うと、割と簡単に動作確認ができて便利です。こんな感じで動きますね。HTTP の8000っていうふうに指定すると、このランダムな URL が払い出されて、ここのリクエストは全部自分のローカルホストで動いているサーバーの8000番ポートにすべて流れてくる。で、ここでサーバーが動いてたら、そのままこの URL のレスポンスとして返ってくるというふうになっています。
で、まあ、ちょっと無料プランだといくつか制約があったりするので、本番環境で使うには有料プランを使いましょうって感じになります。特にコマンド実行のたびに公開 URL が変わっちゃったりするので、基本的には無料プランはお試し、じゃあローカル開発限定みたいな感じになります。で、ここからじゃあ実際にコードを書いて進めていく手前として、じゃあ Fast API でスラッシュコマンドを作るのが今回の本題です。Fast API なんですけれど、Python 製の Web アプリケーションフレームワークです。名前の通り、これ高速な Web サーバー向けですね。なんかいくつか触ってて。のフレームワークで、スターレットっていう Azuki のフレームワークを土台にしてて、あと内部のルーティングや処理とかで割と何も考えずに Async や Await の構文が使えるのが、便利な点です。Azuki 云々の話なんですけれど、ちょっと今回はこの中ではその細かい説明は基本全然できる時間は取れないので、2個ぐらい前のセッションで Azuki の概要という投稿していらっしゃる方がいましたので、そちらのアーカイブなどをご参照ください。で、文法的には、フラスクやボトルっぽいので、多分このあたりを普段触ってる人からしたら、割と特に何も考えずにすんなり使えるんじゃないかなと思います。で、ミニマムな、メインパイ、ドットパイ、いわゆるファスト API のアプリケーションの構成なんですけれど、普通にインポートをして、いわゆるデコレーターですね、ルーティングの。アプリケーションの、ゲットでルーティングをした時の、関数に応じて、のリターンの中身が、例えば JSON のメッセージとハローワールドみたいなものであったら、これを普通に JSON オブジェクトで、アプリケーション JSON のコンテントタイプとして返してくれます。パッと見、フラスクとあまり変わらないとは思うんですけど、ちょっと後ほど比較ペの、ソース見てみましょうと。で実際にそのサーバーを使うときは、私の場合は、Ubicon っていう Azuki サーバーを使っています。これはFast API がのチュートリアルとかで出てくるやつですね。で使い方も Ubicon で、そのソースドット、このアプリ実行した後に実際にリクエストすると、先ほどのソースみたいなものだと、こんな感じにメッセージハローワールドでアプリケーション JSON っていう、コンテンツタイプが勝手についてくるって感じです。でこれがさっき言ったフラスクとファスト API の比較なんですけど、なるべく似せた、意図的に似せて書いてるっていうのもあるんですけれど、似てますよね、めちゃくちゃ。多分この辺やっぱり、この辺のおかげですごく、フラスクを書いたからファスト API を使ってみるっていうのが割と簡単に移行できたりするのかなとは思います。で、Fast API の中でもいくつか結構機能があるんですけれど、ちょっと今回の話で使えそうな機能の1個として、クエリパラメータとかのバリデーション、クエリパラメータの定義ですね、みたいな機能があって、例えば今回だと、この例だと、getItems っていうメソッドに、p っていう引数で、型イントでイコール1という形で引数が定義されているんですけれど、Fast API ってタイプヒンティングかなりがっつり使ってて、ここで特にデフォルト引数1でイント型っていうふうに定義した場合、Fast リクエリパラメータのリクエストの時にちゃんとイント型として解釈できるかっていうのをちゃんとバリデーションをして、この関数の外でバリデートエラーが起きたらもう即エラーレスポンスを返すっていうふうにしてくれてます。これは他のなんか JSON の方だったり、フォームだったりでも同じで、このよってその中のルーティングって結構このリクエストに来た時に本質的にやりたいことの実装だけに集中できるっていうメリットがありますね。実際にこんな感じですね。さっきのソースだと、p が3っていうイント型だと普通に変えるんですけど、同じ3でも3っていう英単語だと、アンプロセサブルエンティティということで、タイプがインテジャーじゃないというふうに怒られるっていうのが、このソースだけで実行できるようになってます。でその他、Fast API 結構基盤になっているスターレットコミュニティで結構いろんなことができますね。で、これは後で参考資料で最後の方にリンクだけ貼るので、後ほどこれはスライド公開した時に、そこから参照していただければと思います。で、次、じゃあここからじゃあ中身のチャットボットのローカル開発の本題のところですね。ボット作りましょう。フォルダ構成なんですけれど、これだけですね、今回。
本当にミニマムスタートが主眼なんで、やることは本当に現状、細々、単機能がメインです。ので、実際のソース自体は、まあ、chatbot.py っていうファイル。で、ポエトリーを使っているから、パイプロジェクトトムル と、自動生成をインストール時にされるポエトリー .log がいる。この3つだけで動くんですけれども、下2つは先ほど言った通り、ウィザードに従って作成したり、自動生成されたりするので、この後出てくるのは、1個だけ出てくるパイプロジェクトのソース以外は全部チャットボットパイの Python のコードしかこの後は出ません。で、パイプロジェクトトムルの中身ですけれど、今回使っているのは、Fast API と Ubicon、これはそれぞれ、まあ、フレームワークとサーバーなんですけれど、ちょっとさっきの話から出てこなかったのだと、Python マルチパート。ですね、でこれはFast API のチュートリアルやドキュメントにも出てくるんですけれど、ポストのリクエストって基本、Fast API は JSON ベースで受け付けたりすることも多いんですけれど、もしこれをフォームベース、いわゆるマルチパートフォームデータのコンテンツタイプで受け付けたりするときには、このライブラリーが追加で必要になってきます。というわけで、ミニマムなチャットボット的なものがこれですね。Fast API でスラッシュコマンドハロー、テキストとユーザーネームが引数になってます、今回は。これは先ほど出てきたスラッシュコマンドのポストパラメーターを使っているものなんですけれど、ポストパラメーターの場合は先ほど言ったマルチパートの形式なので、このフォームっていうデフォルト引数を用意してあげる必要があります。逆にこのデフォルトのフォーム引数をフォームとして用意してあげると、引数の名前がテキストだったら勝手にポストのボディからテキストを見つけてきて、ちゃんとストリングス型か、必須だった場合は、存在するかを、自動でチェックしてくれて、NG だったらもう先ほどと同じようなエラーを返してくれます。で実際にローカルとかで動きを確認するとこんな感じですね。テキストとエグザンプルをすると、まあ、hello@takei i received example なんですけれど、これ、まあ、ローカルでこれ自体はそんなに難しい実装ではなくて、動作確認もする必要が、簡単だったので、じゃあこれからこれを実際に動かしてみましょうって感じになりますと。で、これはスラッシュコマンドを実際に登録して、コマンドと URL の組み合わせを登録したら準備完了って感じですね。で、ちょっと、デモしますと。今どっちだ。今。今ちょうど上がエングロックがずっと動いてて、下でファスト API のサーバーを動かしました。で、ちょっとでかくしよう。ここにちょうど動作確認を兼ねて、自分で作ったパイポンの、自分のチャンネル、ワークスペースなんですけど、ここに、ハロー、じゃあ、パイコン JP とスラッシュコマンドを実行すると、ハロー、これ自分のアカウント自分マイセルフになってるんですけど、マイセルフ I received PyCon JP と出ました。というわけで、これで一つ小さい、ボットが一つスラッシュコマンドができました。で、じゃあ、まあ、これだけだとあんまり面白く、実際作る側も面白くないので、もうちょっとだけチャットオプスっぽいことをしましょうということで、今回、私、インフラ寄りのエンジニアでよく使ってるんですが、DIG コマンド、いわゆる DNS の問い合わせをするツールですね。これを、スラッシュコマンドで使えるようにしてみてます。で、例えば、先ほどの場合だと、スラッシュハロー、適当なワードだったのに対して、今度はスラッシュ dig example.com って流れたら上のようなテキストを出してあげたい。みたいなことをちょっとやってみます。で、先ほどのソースとさほど変わってないんですけれど、今回は、DNS Python っていう、その Python の Pure Python で DNS ライブのクエリ問い合わせとか全部うまいことやってくれるそのライブラリがあるので、それを使いつつ、一旦今回は、A レコード、普通の IP アドレスを返すだけの A レコードの難易度を取ることに限定した、スラッシュコマンドですね、これが。で、DNSUDP で、まあ、8.8.8 もここも同じです。とりあえず一旦 Google の DNS を使ってます。で、これを実際にローカルでも動くんですけれど、実際に動かすとこんな感じになります。それはまあ普通にテキスト、今回、さっきと違って、今回、誰が登録したか一切考慮しなくていいので、一旦テキストだけですね。で、
レスポンスを返してくると、正しく JSON、DNS Python が取ったクエリレコードに応じて、なんか長い、テキストが入ってるんですけど、ちょっとこれ分かりづらいんで開業したものがこれですね。example.com の問い合わせをした結果、IP アドレスが 93.184.216.34 という、さっき直接 DIG をやった時の例と同じ感じが出ています。で、これ、スラッシュコマンドって、ただ課題が1個あって、スラッシュコマンドの使用でちょこっと説明した通り、3秒しか猶予がないんですね。正確には3000ミリ秒以内に何かしらのレスポンスを返してくださいって言われています、スラッシュコマンドは。ので、例えば、もし、クエリとか DNS の問い合わせをしている途中に、なんか何かしらの原因で3秒かかったらどうしよう。正しくネットワークが生きている前提で、3秒以上かかってしまったらこれどうなっちゃうんだろうっていう話になります。ちょっとDNS だとさすがにあんまないんですけれど。でちなみにこれを、実際に、3秒途中でアウェイトするだけのものが用意はしていて、digegg.com 途中で裏で3秒動いてるんでタイムアウトしちゃいます。で、タイムアウトしちゃうと、タイムアウトをしてしまうと、仮にそのタイムアウト終わっても頑張ってこちらのレスポンスを返しても、スラックが一切受け付けてくれないので、3秒以内に何かしらを返す、猶予が、なんとかしないといけないと、いけないんですが、ここで出てくるのが、バックグラウンドタスク機能ですね。Fast API の中に標準提供されている機能で、レスポンスの、レスポンスは別にバックグラウンドオブジェクトにそのまま処理丸投げ移乗して、レスポンスをさっさと返して、本来裏でやりたい処理を裏でやらせるみたいなことを Fast API 単体標準で実装できるようになってます。例えば、今回の例だと、先ほど出たネームの取り合わせは QueryDNS っていう関数に別定義されて、実際のスラッシュコマンドの方は新しく増えてるのはこれですね、バックグラウンドタスクズ。フォームと同じで、この型で引数用意してあげると、Fast API は勝手にこのオブジェクトを投げてくれるようになっています。で、実際に add task という形で、裏で query DNS やっといてくださいという異常をするだけして、リクエストされたルーティング本体はレスポンスで何も、ただの空のレスポンスを返します。で、最初のスラッシュコマンドの挙動の説明でちょこっと出たんですけれど、空のレスポンスを返すと、とりあえずスラッシュは安心した上で、特にレスポンスがな、中身はないから何もしないっていう挙動をしてくれます。で、さらに、スラッシュコマンドの中にあったレスポンス URL、この中身はインカミングウェブフックの専用の URL を毎回毎回作ってくれるので、例えばこのクエリ DNS の中で、実際に問い合わせを行って、スラックで問い合わせが問題なかったら、その URL を使って同じようにレスポンスを返すということができます。こんな感じですね、図解すると。トリガーして、とりあえずレスポンスを返して、裏で処理を回してしまう。で、実際にこの裏で動いているバックグラウンドプロセスが Webhook としてポストする感じになっています。で、これが個人的に好きで使って便利なんですけれど、これはAging IO のイベントループ上に処理流すだけしか基本してないので、例えば、その非同期処理でよくあるジョブ級に渡して何かをしないといけないみたいなことが基本的にいらないんですね。で、その追加で何かライブラリを増やさなきゃいけないとか、その追加でなんか旧サーバーを用意しないといけないとか、そういうのは基本なくて、一応サーバーが生きている限りバックグラウンドでとりあえずやってくれるっていう便利なものになってます。で、これを一応作ると、これ今、これでしょ。これがちょっと見えてるかわからないですが、ここで先ほど出たような5秒間だけちょっとずっとウェイトしてからクエリなき疑似サンプルですね。で、じゃあこれに、バックグラウンドで動いているアプリケーションをこれに切り替えて、じゃあスラックをやってみましょう。じゃあちょっとせっかくなんで今回は PyConJP。
dig PyCon JP をします。数えます。1、2、3、4、5秒。あ、帰ってきた。よかった、よかった。というわけで、スラッシュコマンドの3秒制限をくぐり抜けて、5秒の遅延でもちゃんとスラッシュコマンドとして結果をレスポンスできるようにこれでなりました。こうすることで、ある程度処理が重い処理が裏で走る必要があってもスラッシュコマンドとして安定的に動作ができるようになって真っ当なミニマムチャットボットができましたって感じですね。もう結構時間を使っている。はい、5分ですね。はい。で、これ実際クラウドランで運用する必要があるんですけれど、していくわけなんですけど、クラウドラン、コンテナ化されたアプリケーションを素早く安全にデプロイ、スケーリングできるフルマネージュ型のコンピューティングプラットフォームとなっています。これスラック、クラウドランのトップページに書いてあったやつですね。で、これ何ができるかというと、すごくざっくり説明すると、割と気軽に、コンテナのウェブアプリの実行を、ドメイン付きで実現するサービスです。割とヘロクとかに近いですね、見え方としては。で、裏側の挙動は、ファーゲートとかに、AWS のファーゲートとかと似てるんですけれど、後ほど説明するんですが、URL が普通に払い出されるのがちょっと大きな違いで、私はそれが好きで個人的に使っています。で、シンプルな、あれですね、3行で説明するクラウドラン。まあ、これ、GCP の契約をして必要なサービス、クラウドランの他にクラウドレジストリーみたいなのが必要なんですけど、それの API をまとめて有効化して、先ほど作ったチャットボットのサービスをちゃんと Docker の Web アプリとして動くように開発してプッシュする。で、最終的にクラウドランのサービスを起動するという形式だけで動きます。で、実際の中身の図解としては、こうですね、Git でイメージをコンテナレジストリにプッシュしてただランするだけ。だから一応頑張れば CI とかで回せるようにはなって今手元でやってたりするんですけど、まあ、ヘロクと違うとかと違って、まあ、ちょっとだけ細かい手間がかかるという感じですね。で、Git リポジトリやこの CI ビルド、Docker のビルドって全部 GCP 上でできるので、GCP で全部やることもできます。で例えばこんな感じの Docker ファイルを作ってビルドするだけで割と簡単にビルドできるようになってます。これ普段自分が使っている Docker ファイルから取ってきた一部直して取ってきたんですけど、ポエトリーを普段使っているのは上でポエトリービルドしてホイールを作ってただインストールを下で楽にするためですね。で最終的に Docker ファイルのコマンドで指コーンでチャットボットでポート指定をするだけで動きます。で、結構まあ、フェラクとかと違ったりする、まあ、メリット、デメリットみたいなのはあるんですけれど、クラウドラン、普段使っている時だと、まあ、いわゆるコンテナサーバーレス系のサービスなので、マシン管理が不要になっています。で、重量課金制なんで、まあ、お金、お財布にまあ初動は優しいのと、先ほど言ったように、ランダムで、だけど FQDN が自動で付与されるので、これ登録しておけば、スラックシュボットとして普通に使えるのが便利ですね。で、実際使っててデメリットなんですけど、これサーバーレス系でよくありがちなデメリットで、やっぱサーバーのインスタンス起動が初動が遅いので、しばらく放置しておくと微妙な頻度でコマンドがタイムアウトしてしまうという欠点があります。で、Docker の運用に、まあ、どうしても Docker の少々、知識が少々必要なのと、DDoS が怖いですね。お財布に良くないので、こればっかりは。で、ちょっと普段使ってて、いまだに未知の部分なんですけれど、クラウドランの請求対象課金って、リクエスト受付的インスタンスが起動した時刻から、そのインスタンスが最後にリクエストの処理をした時刻っていう、ちょっとパッと見分かりづらい請求期間課金の制度になってて、あれこれ非同期処理の後続の処理がずっと長々やってたらこれは請求対象なんだっけみたいなのがいつも分からないままもやもやしながら使ってますね。で、あとインスタンスがいつ停止になるか分かんないっていうのがいつも困ってます。ただその個人で使って今の時点のミニマムスタートの分だとそもそもそんなにコマンドが来ないので、まあゆっくりって感じです。すいません、時間ですか。はい。で最後まとめだけします。はい。発表の振り返りですけれど、ファスト API の機能がかなり強力なので、チャットボットの必要な実装機能制約面の
実装が比較的容易ですね。であと今回のクラウドベースランベースの運用が割と容易なので使えると使っていくといいと思います。ただ初動が相変わらずネックなのでそこだけ気をつけたいというところです。で、まあ、コマンドせっかくだから個人的にはスラックアップ、もうちょっとコマンド増やしてスラックアップとして提供してみたいなっていうのをやりきってみたいのが最後にお題で、以上となります。残りはちょっと参考資料のリンク集なので、はい、以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。残念ながら質疑応答のお時間残っていないようですので、こちらで終了とさせていただきます。またこの後質問がある方は交流用のスラックで質問の場してみてください。それでは発表ありがとうございました。はい、ありがとうございました。